シンガポール航空、シンガポール航空、シンガポール航空は、シンガポールのシンガポールエアラインズリミテッドが運営する航空会社である。イギリススカイトラックス社による航空会社の格付けで実質最高評価のザワールドファイブスターエアラインズ、ザワールズもスターエアラインズの認定を得ている。シンガポールを代表する大企業の一つで、 シンガポールチャンギ国際空港をハブ空港とするシンガポールのフラッグキャリアである。また、アジアのみならず世界でも有数の規模を持つ航空会社でもある。シンガポール本国への航空需要の他に乗り継ぎ客、特にヨーロッパとオーストラリアやニュージーランドを結ぶカンガルールートの利用者を重視した路線設定を行っている。一般客には IATA のコードである SQ と呼ばれることが多い。航空券の座席予約システム CRS はアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。保有機の就航年数は5から6年と世界的にも低い。これは同社が最新鋭機材を積極的に導入している結果、使用機材の退役が早いためである。また、 シンガポールという都市国家の宿命上、国際線のみの運行となり、保有機も多くが行動、ワイドボディ機となる。シンガポール航空の搭載エンジンは、ボーイング777を導入以降ボーイング777から 300ER や777から9のようにエンジンを選択できない機材を除き、キャセーパシフィック航空などの英国系の航空会社と、同に多く、 ロールスロイス車線トレントを採用 A330 から 300A340 から 500A380 から 800B777 から200、200ER300 は全機材ロールスロイストレントを搭載していてシンガポール航空のロールスロイスエンジンの採用率は極めて高い部類になる2012年9月からエアバス A380 で機内インターネットを開始 その後ボーイング777から 300ER 等にもサービスを展開している。2018年現在同社は機材の更新に積極的でボーイング777から 300ER787 エアバス A380A350 等の最新駅を積極的に導入している。またシンガポール航空は2009年から2010年までに エアバス社からエアバス A330 から300型機19機をリースで導入している。A330 型のリース契約は A380 型の引き渡し遅延に伴う供給不足を補うため、エアバス社がシンガポール航空に対する保証のンとされている。また、A350 から 900XWB 型機を20機発注し、 同時に同系機を20機オプション発注した。シンガポール航空のシート TV、オンデマンド式は、すべてパナソニックアビオニクス社製。ボーイング B777 から 300ER、エアバス A330 から300、エアバス A380 から800に搭載されているものは、X2 と異彩新鋭のものであり、画面をタッチできるもの。 ファーストクラスの画面は20インチ以上と破格である。全席にユニバーサル対応のパソコン電源があるのも大きな特徴。今後 B777 から 300ER19 機について2015年から2016年の計画で機内リニューアルを行う計画である。エアバス A330 から300はボーイング777から200の代替として19機が導入された。 最初の就航路線はブリスベーンで後にオーストラリア、パウスアデレート、名古屋、大阪、福岡に就航した。シートテレビ等のエンターテイメントはボーイング777から 300ER やエアバス A380 と同等なものが搭載される。シンガポール航空は世界で初めてパナソニックアビオニクス社製の X3 と呼ばれる。 アンダードベースの機内エンターテイメントを導入。導入されるのは A350 から 900XWB と、追加発注のエアバス A330 から300と、ボーイング777から 300ER。2017年2月9日、米ボーイングへ新規発注の777から9が20機、追加発注の787から10が19機の、 合計39機発注した。A380 のローンチカスタマーであることもあり、現在24機を運行している。中東のエミレーツ航空に次いで2番目に多い機数である。広大な客室空間を利用し、1階部分前方に12室の個室型スイートクラスを設定し、23インチのモニターを装備している。 スイートクラスではそれぞれにスライドドアとロールブラインドが付いており、完全個室化が可能ではあるが、離着陸時等は保安のため全開にしておかなければならない。2017年11月に同系機の座席レイアウトを刷新し、発注し受領延期されていた機材を新仕様で5機、受領し、保有機数はリース機材4機を返却し19機を保持することを発表し、 12月に新仕様で内装された初めての機材を受領した。これに伴い受領1号機、機体記号、9V スカは2017年6月に運用を外れ、同年11月にフランスに開港され整備保管されている。シンガポール航空は A380 の開発を決定づけたローンチカスタマーとして早期の日本路線への投入が期待されていたが、 2014年には中部国際空港への下記正規定期便機材として初投入され、日本の三大都市圏の国際空港、成田、関空、中部へ定期便での A380 型機のリーれが実現した。日本の三大都市圏からシンガポールの実技利用での東南アジアオセアニア及び、 南太平洋地域各区への乗り継ぎ旅客では、日本国籍保有者からも相当な割合を占めると、共に、その乗り換え利便性も高く評価されており、東南アジア随一のハブ空港としての地位を確立している。エアバス A380 型機の発便記念飛行は、2007年10月25日、シンガポールシドニー線の最初の一往復のみで行われた。両弁登乗旅客には、 就航記念として、クラス別に登場証明書及び、ノイズキャンセリングヘッドフォンやバッグなどの記念品が提供された。A380 の第1号機、機体記号、9V スカは2007年10月25日、シンガポールシドニー線に初就航し、同年10月30日には、定期運航を開始している。また2008年3月18日、 A380 の3号機を受領し、同日からシンガポールロンドン線に就航した。ロンドンはヨーロッパで最初の A380 定期便就航空港となった。同年5月20日、シンガポール成田に A380 が就航した。成田国際空港はアジアで最初の A380 定期便就航空港となった。ただし、 成田国際空港に関しては初就航日は悪天候のため中部国際空港へ大糸となり4時間遅れの到着となったこのため当日予定していた日本初就航記念行事は中止も検討されたが結果として行われた2015年現在シンガポールを起点に日本、欧州、北米、欧州のほか中国、インドなどの主要路線に投入されている シンガポール航空はスター・アライアンスに加盟しているため一部の機体はスター・アライアンス塗装の特別機として運航しているが他の航空会社におけるスター・アライアンス塗装とは明らかに異なるオリジナルのスター・アライアンス塗装機を運航しているまたその他にも同社が運航した特別塗装を含めたリストは以下の通りであるシンガポール航空では一部の機材に相性をつけている コンデナストトラベラーなどの旅行雑誌で高い評価を受けている。高い評価の理由とされるのは最新鋭の翼と優しいおもてなしのコンセプトに基づく高レベルのサービスと評されている。イギリスのスカイトラックス社の航空会社ランキングエアラインオブザイヤーでも2004年、2007年、2008年、2018年と4回1位を獲得しており、 キャセイパシフィック航空、カタール航空、エミレーツ航空などと共に高い評価を受けている。機内では、サロンケバイアに身を包んだ、キャビンアテンダント、CA のサービスの評価が高い。なお、2000年に発生した006、便墜落事故において、客室乗務員が常時着用していた、サンダル、バックスラップなしが、緊急脱出に時間を要する原因になったとの声も、あり。 離着陸時のみ、バックストラップのサンダルを着用することとなった。シンガポール航空の機内食は、スイートファーストクラスビジネスクラスプレミアムエコノミー、エコノミークラスを問わず、チャンギ国際空港内にある札、シンガポールエアポートターミナルサービス社で製造された、機内食が用意される。同センター内には、世界初の減圧機を備えた部屋、シミュレーテッドエアクラフトキャビンがあり、 地上1万メートルの機内と同じ環境を作り出して、機内食などのプレゼンテーションを実施していることにより、高品質なサービスを展開している。プレミアムエコノミービジネスクラス以上のクラスでは、一部に、ブックザ、クックの豊富なメニューから選択でき、これは、シンガポール発の他なりたと東京、羽田、ミュンヘン、ロサンゼスなどの約20都市から出発する路線で利用可能。 また一部のメニューにインターナショナルカリナリーパネルが監修した食事が用意され、日本路線には和食や洋食から1種類選べる。また、ベジタリアンミールやモスレム食、チャイルドミールフルーツプラッターなどの機内特別食も選択できる。このうち、ナッツフリーミールとコーシャーミールの2種類は出発の48時間前、それ以外のベジタリアンミールなどは出発の24時間前に、 同社もしくは予約した旅行会社にリクエストする必要がある。シンガポール航空が運営する入会無料のマイレージプログラムは3種類あり、クリスフライヤー、クリスフライヤーと上級組織である p p s クラブ2から12歳が入会できるヤングエクスプローラークラブという子供用プログラムがある。どちらもシンガポール航空便及び、 シルク航空便をはじめとしたスターアライアンス加盟各社便、レンタカー、ホテルチェーンなどでマイルを貯めてスターアライアンス加盟各社の無料航空券、アップグレードの特典と交換できる。日本国内では三井住友カードと j c b の提携カードを提供している。クリスフライヤーは13歳以上が対象で申し込み手続きをすればすぐに入会できるプログラムである。 スターアライアンス加盟航空会社の他に2008年現在どこのアライアンスにも属していない部人アトランティック航空による飛行マイルでもスターアライアンスモールド会員資格が取得できる唯一のプログラムである PPS クラブは自社運航便のビジネスクラスファーストクラスの乗客に特化したプログラムとして位置づけられておりその入会会員資格一条件として シンガポール航空及びシルク航空のビジネスクラスファーストクラスに1年間で5万マイル以上、または 25PPS セクター以上登場して、クリスフライヤーにマイルを加算、またはカウントさせると規定されている。その最高級の会員である、ライフソリティア PPS クラブ、就寝会員は PPS クラブと同条件で、累積187万5000マイル以上。 または 1000PPS セクター以上の登場が必要になる、キロメートル換算で300万キロメートルになるという、制度。その入会条件の厳しさゆえに、PPS クラブ全会員が、スター・アライアンス・ゴールドメンバーとなる。PPS クラブは2007年9月、資格更新分より、資格認定のカウント方法が、独自換算方法による、シンガポールドル換算での資格更新方式へ、 変更されている。シンガポール航空グループは、シルクエアやスクート、シンガポール航空カーゴなど50社以上の子会社及び資本提携会社で構成される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。